皆さんこんにちは。初等科修身に学ぶの時間です。本日も私桂木奈美がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、6月に入りまして、なんかそろそろ梅雨も近づいてきたかなっていう感じですけれども、皆さん体調など崩されていないでしょうか。紫陽花の花がですね、日に日に色が濃くなっていって、そして変わっていって楽しませてくれる季節ですよね。私が小さい頃はですね、奈良に住んでいた小学生時代なんかはよくこうカタツムリがですね、いろんなところで張ってまして、当時の身近にいたカタツムリって結構大きくって白っぽい殻を持っていて、たくさん楽しませてもらいました。ある時ですね、こんな虫かごみたいなのにカタツムリを飼っていたら、でなんか知らないけど下駄箱に入れといたんですよね。あんまり日が当たったら良くないと思ったのか。そしたら気が付いたら、わわわってこうつぶつぶのものがいっぱいある日いて、何かと思ったら子供が生まれてたんですよね。いや、あれはびっくりしました。そしてその虫かごの網目の間から出てきていたという、結構衝撃的な体験でしたが、それはさておき、本日の内容に入っていきたいと思います。このところ皇室に関する、話が多いですが、今日もそういった内容になります。君が代。君が代は千代に八千代にさざれ石の岩をとなりて苔のむすまで。この歌は天皇陛下のお納めになる御代は千年も万年も続いてお栄えになりますようにという意味で、国民が心からお祝い申し上げる歌であります。君が代の歌は昔から私たちの先祖が皇室の見境をお祈りして歌い続けてきたもので、世々の国民の真心の溶け込んだ歌であります。祝日やおめでたい儀式には私たちはこの歌を声高く歌います。姿勢をきちんと正して厳かに歌うと、身も心も引き締まるような気持ちになります。戦地で兵隊さんたちがはるかに日本へ向かって声を揃えて「君が代」を歌う時には、思わず涙が日に焼けた頬を濡らすということです。また外国で「君が代」の歌がそうされることがあります。その時ぐらい外国に行っている日本人が日本国民としての誇りと限りない喜びとを感じることはないと言います。いや、なんか日本国民であることが誇らしくなるような内容ですね。この「君が代」という教科書の記述を読んでですね、私が思い浮かべたのはですね、天皇陛下のご即位をお祝いする国民祭典でのことでした。二重橋に天皇皇后両陛下がお出ましになった時にですね、どうしてやっぱりものすごい人がいっぱいお祝いに駆けつけていまして、私の前にも日の丸の小旗を持った方々がたくさんいらっしゃったので、肉眼でね、ご尊顔を拝することは難しいだろうなっていうふうに思っていたんですけれども、お出ましになるとこの日の丸の小旗がこう波のように揺れるんですけれども、その波間にですね、天皇皇后両陛下のお姿を肉眼で拝することができたんですね。その時に本当になんか感動しまして、でその時って皇后陛下がですね、奉祝曲に涙されているようなシーンもあったんですけれども、そういった姿も拝見しながら、なんか私たち国民っていうのは天皇陛下のを見たからなんだなっていうことをすごく実感して、とっても幸せな気分になったんですね。ここに集っている人ばかりでなく、今日本中に生きている国民、そしてそればかりでなく、ずっとね、神代の昔から日本人として生きてこられた先人たち、そしてこれから生まれてくる子々孫々たちとも、この天皇というご存在を通じて一つにつながってる日本人なんだなってことを実感することができて、本当に幸せな気持ちになりました。そのことをまず一つ思い出したのと、歴代天皇がですね、民を思ってくださったエピソードって毎挙にいとまがありませんよね。例えば有名なところでは仁徳天皇が民のかまどから煙が上がってない様子をご覧になって、税金を免じ、自分はとっても質素な宮殿で、屋根の穴が開いていたり月影がね差し込んでくるような御所でお暮らしになっていても、こんなの修繕しなくていいから、それよりもまず民が豊かになるようにってことで税金を命じて、3年間お過ごしになり、さらに3年経ってももう少し税金を免じましょうということで、さらに3年ご免じになり、でようやくまた高いところに登って民の暮らしを見たら、かまどから元気に煙が立ち上るようになった様子を見て、あ、豊かになったということでようやく税金を復活させたなんていうエピソードもありますし、13年前の東日本大震災並みの大地震、そして大津波が1000年前にもありましたね、貞観の大地震。その時清和天皇がですね、この攻めば深く自分にあるというふうにおっしゃったり、それから時代がだんだん近づいてきて、日露戦争の時に広島に大本営が移りました。そこに、いらっしゃった明治天皇がですね、戦地の兵隊さんのことを思って、寒い日であるにもかかわらず暖炉をお使いにならなかったなんていうエピソードもたくさん残されています。かくも無私の心で天皇陛下は国民のことを思いやってくださってきました。そういった天皇陛下と、私たち日本国民っていうのは、君民一体の国柄をずっと紡ぎ続けてきたんだと思います。で、これはですね、現在の日本国民だけではなかったんですね。私かつてサイパンテニアンにも戦跡慰霊の旅に行ってまいりました。そこのサイパンで出会ったデイビッド・サブランさんという当時84歳のおじいちゃんは、戦中日本の工学校で学んだ方でした。朝起きるとですね、学校に行くとまず皇居を北の方に向かって皇居を擁拝して、それから海軍体操だと思うんですけれども、日本式の体操をして、そのおかげで今でも自分はこんな元気な体を保っていられるんだなんてことも言ってくださったんですね。でその方が「マイメンタリティ・イズ・ジャパン」っていうことを何度も繰り返しおっしゃいました。で天皇陛下のことをとても尊敬しておられて、戦後60年の時に天皇皇后両陛下がですね、サイパンに慰霊に訪れるということが決まりますと、サイパンの韓国コミュニティが反対デモを起こしたんだそうです。それに対して当時観光局のお偉いさんだったサブランさんは、そんなことを言うなんてお前らの方が出ていけっていうふうに一喝してくださったんだそうです。それぐらい天皇陛下を尊敬されている方なんですけれどもね、そういった地元の方々の支えもあって天皇皇后両陛下は無事に慰霊の旅を終えることができました。でその時に拝することができた天皇陛下の姿、皇学校時代は昭和の時代ですから、当時天皇陛下といえば昭和天皇でしたし、で戦後60年の時にはもう御代が変わっていましたので、平成になって現在の上皇陛下が天皇陛下でいらっしゃったわけですけれども、現在の上皇陛下がサイパンにいらっしゃった時にはちゃんと韓国の慰霊碑にもお参りをされたんだそうです。そんな姿も見て本当に感動して、天皇陛下を尊敬していますということをおっしゃっておられました。でこうやって当時日本であった、現在は他国かもしれませんけれども方も日本を愛し天皇陛下を尊敬してくださるっていうのは、当時の日本人が共存共栄の精神で地元の人たちと接したからだと思います。これは初代神武天皇が建国、奈良の橿原で都を建てられた際に雨の下を置いて家と専務という詔のりを出されました。発酵衣と言われるね、詔のりですけれども、その精神に基づいて兄弟のような関係を地元の人と築いてこられたからだと思います。で私たちの先人たちはそうやって同地国の人たちとも兄弟のような関係を築いてくださったんですよね。これは欧米列強が植民地のもともと住んでいた人々たちをですね、人間とは思えないような扱いをしたのとは全く対照的であったと思います。グローバル資本主義ではなく、グローバル資本主義というのは弱肉強食ですけれども、そうではなく共存共栄の精神を日本人が受け継いでいるっていうのは初代の神武天皇の詔に源を発すると私は思っています。でそんな天皇陛下と国民の関係はまさに君民一体で、これが日本の誇るべき国柄国体であると思うんですね。私ですね、ある時東大の名誉教授でいらっしゃる矢作直樹先生からですね、天皇陛下は真冬でも皇居の暖房を20度に設定してらっしゃるんですよってことを伺ったことがあります。むしろ日本国民の方がですね、暑ければガンガンに冷房をかけ、寒ければガンガンに暖房をかけ、自分の欲の赴くままに生活していると思うんですが、そんな中にあって天皇陛下は今でも私のない無私の心で日々過ごし、そして国安かれ民安かれと日々お祈りしてくださっている存在です。そんな陛下を中心に私たちの国日本っていうのは、ね、まとまっているし、これからもそうあり続けたいと思います。そんなことを思わせてくれるこの「君が代」という題材でした。もう一度ちょっと部分的に返してみたいと思いますが、最後ですね、戦地で兵隊さんたちがはるかに日本へ向かって声を揃えて「君が代」を歌う時には思わず涙が日に焼けた頬を濡らすということです。また外国で「君が代」の歌が奏されることがあります。その時ぐらい外国に行っている日本人が日本国民としての誇りと限りない喜びとを感じることはないと言いますというふうにありますけれども、はい、今を生きる私たちもですね、本来のこの「君が代」という意味をかみしめて、はい、祝祭日には大きな声で「君が代」を奉唱したいなと思います。ということで本日の初等科修士に学ぶはこの辺りでまとめさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。